チャールズ・マディオン・ラッセルは、アメリカ合衆国西部開拓時代の画家。ラッセルは、西部のカウボーイ、インディアン、風景の絵画を2000点以上、加えて、ブロンズ像も作成した。故郷のモンタナ州グレートフォールズにある、CM ラッセル博物館には2000点の展示物がある。フラットヘッド・インディアンとアウ・ルイス・とクラークと題された、彼の壁画は、モンタナ州。 ヘレナの州議事堂ビルにかけられている。彼の1918年の絵画、ピーゲンスは2005年のオークションで560万ドルの値段で売れた。芸術はいつもラッセルの生活の一部であった。水売りで育ち、彼はスケッチを描き、土で動物の人形を作った。彼は西部に強い関心を持ち、それについての物語を何時間も読みふけった。彼は、 頻繁にミズーリにやってくる探検家や毛皮商人を見たであろう。ラッセルはイリノイ州ジャージービルのヘーゼルデル農場で南北戦争の有名な馬グレートブリテン号に乗って乗馬を学んだ。彼に教えたのはラッセル家と結婚したウィリアム・ウェイチ・フルカーソン大佐であった。16歳の時彼は学校を出て羊牧場で働くためにモンタナへ行った。 1896年、彼は妻ランシーと結婚した。1897年、彼らはモンタナ州カスケードの小さな村から隣のグレートフォールズに引っ越し、この時からラッセルは人生の大半をここで過ごすことになる。そこでは彼は絵を描き続け、地元の有名人になり、世界中の評論家の喝采を得るようになった。彼はまず人と交わることがなかったので、 妻のナンシーは彼を国際的に有名なアーティストにしたという点で名を刻む。彼女は彼のために全米で、そしてロンドンで展示会を開き、多くのラッセルのファンを作った。芸術家ラッセルはワイルドウェストが記録に留められ、三文小説からワイルドウェストショーまで様々な形で大衆に売り出された時にカルチャーシーンに到達し、すぐに 無声映画時代の呼び物となっていた、いわゆる、ウェスタン映画のチラシに発展した。ラッセルはこれらのポピュラーな芸術の形式を機に言っており、裕福な彼の作品のコレクターの中で多くの友人を作った。その中には、ウィリアム・エス・ハート、ハリー・キャレー、ウィル・ロジャース、ダグラス・フェアバンクスといった俳優や映画監督もいた。また、画家のエド・ボレインやイラストレーターのウィル・クロー・フォードなどの 他の同類の芸術家とも交流した。1926年のラッセルの葬儀の日には、グレートホールズのすべての子供が、葬列を見るために、学校から解放された。ラッセルの棺の側面はガラスで見えるようにされ、4頭の黒い馬に惹かれた。2005オークションリザルツ。ケ KLD a d ーン・アートオークション2006年3月15日閲覧。ありがとうございます。